20年一時ベーシック講座、財務会計第1回の講義を始めます。レック専任講師、中小企業診断士の大谷です。よろしくお願いいたします。ではね、まず最初は第1ユニット、えー。ここではね、ガイダンスということで、財務会計の全体像、えー、それからですね、学習方法、そういったところをね、学習していきたいと思います。 えまずはですね、中小企業診断士というところでね、一次試験7科目と、それから2次試験4科目というところでね、そういった内容で構成されています。1次試験非常に7科目というところでね、非常に多いんですけれども、中小企業診断士っていうのは、経済産業省が認めている国家資格と、経営コンサルタントという人たちがね、持てる唯一の国家資格になってきます。 で、まあ、名前の通り、中小企業を診断すると。で、中小企業の経営者に対して、何かしら悩み事の相談に乗るといったようなね、そういった仕事をやっていくんですけれども、中小企業の経営者っていうのは割と全部自分でやっているというような方が多いんですね。営業もやりますというようなことで。なので、相談相手として中小企業、まあ企業がね、どういったことをやるのかというのを知っておく必要が出てきます。 で、ま、あの、内容によってはね、えー、細かい内容、詳細な内容といったものは、えっ、ー、と、他の専門家に引き継ぐといったようなね、えー、そういう形でコンサルティングをしていくということになるんですけれども、まあ、例えば法律的なところであればね、弁護士さんとか、それから、あの、税法ですね、あの、会計とか税務の、えー、細かい話になってくると税理士さんといった方たちにね、引き継いでいくと。 えー、その時にですね、誰に引き継げばいいのかと。えー、どういった領域の悩みなのかっていったのをね、知っておく必要があるんですね、えー。ですので、企業が行う活動、それをですね、一通り網羅できるというような形で、な一時試験7科目と。まあ、経済から始まりというところで、ね、法律も入ってきて、それから、えー、と中小企業の政策ですね、えー。国としてどういったものを準備しているのか。そういったところも知っておく必要があると。 もちろんね、企業の戦略であるとか、どういう商品をどういう層に売っていくのかというようなね、マーケティングの部分。それから、どういうふうに作ろうか、どういうふうに売ろうかというようなところ。まあ、運営管理ですね。この財務会計といったところは、そういう企業の活動の流れ、それをですね、数字という視点で見ていくという科目になっていきます。でね、近年、近年と言いますか、 まあ、IT を使わずに企業活動をしていくというのはね、非常に難しい状況にあります。で、こういった活動を経常保システムで支えると。でですね、あの、一次試験の7科目と二次試験の4科目。えー、まあ、えー、二次試験の組織人事という、ね、事例1と呼ばれているものは、企業経営理論というようなところか、ところと、まあ、 ところで考えていくというようなね、それから運営管理というようなところとありますけれども、財務会計という科目については、二次試験のね、事例4と言われている財務会計、これとですね、1対1でえ直結しているというね、唯一の科目になってきます。ですので、一次試験で学習したこと、それをですね、もうちょっとね、深く、 え、考えていくという流れでね、学習していきますので、え、しっかりと、えーえー、財務会計というね、科目は身につけていくようにしましょう。えー、まあ、非常にね、7科目というところで、えー、なかなかね、学習する時間も取れないし、というところ、なかなか広い領域だしというところでね、えー、ちょっと難しそうだなと思われて、え、これからどれくらいかかるんだろう、どれくらい時間がかかっちゃうのかなと思われている方もね、いらっしゃるかと思います。 ただですね、一時試験、これはですね、60点が合格点というふうにされているんですね。7科目。まあ、それぞれ60点取れば、その科目は合格としましょう。というところを前提に、合格する状態っていうものはどういうものなのかっていうのをね、まあ、ちょっとね、ここで確率的に考えてみますと。で、まあ、問題には3種類ありますね、と。3種類。 えー、歯が立たない問題というところでね。まあ、勉強したんだけれども、えー、実際問題見ると、ちょっとね、これな、なんだかよくわからないわというような問題。それから、二択に絞れる問題。えー、一時試験ってマークシートですからね。えー、まあ4、四、四つ。まあ、おおむねね、四つの選択肢があって、二つまでは絞れると。でもね、これちょ、もうちょっと、どっちだったかなって悩んでしまうような問題と。 であと、もう一つはですね、完全に正当だということが自分でわかるという問題、えー。この3種類があるとした場合に、えー、それぞれがどれくらいのね、比率であれば受かる、受かるというか、60点取れるんだろうというところでね、確認していくと、まあ、1対1対1と、わかんない問題が、二、えー、択に絞れる問題、それから全くわからない問題、1対1対1だったと。えー、ではね、それ、 の得点確率を考えてみましょうと。よえー、選択肢4つとね、すると、わからなくてもどれかにマークをつければ、マークをつければですよ。25%の確率でそれは正当でしょうと。2択に絞ったんだから、それは正当率1 2分の1でしょうと。で、わかる問題100%と。で、それぞれこれ点数をかけて、点数をですね、かけて足していくと、 まあ、おおむねこれ60点に達するんですね。えー、58点何点みたいなね、そういった数字になるんですけれども。えー、ま、なので、この3種類の問題が1対1対1で、えー、解くことができれば、それは十分合格に値する力がある、知識があるというのがね、確認できると思うんですね。 なので、えっと、100点を目指して学習するというのはね、えー、7科目、えー、というところを考えると、すべてね、7科目100点なんていうのはとても無理ですから、えー、どれくらいのレベルっていったところをね、えー、しっかり把握してね、ちょっと落ち着いてといいますか、安心して学習を始めていただければと思います。で、知識力、合格するためには、えー、知識だけではなくて、えー、回答力というものも必要になってくるんですね。 えまあ一時試験夏の非常に暑い時期に2日間、朝からずっと夕方まで、マークシートというところでね、それに対峙するというようなところになってくると、最後は体力であるとか、そういったねえ体調であるとか、そういうところも関係してくるんですけれども、限られた時間でいかにえ正当に近づくかという回答力、アウトプットですね。 ま、現場対応力というふうにも言ってますけれども、そういう力も必要になってくると。で、60分でどういうふうに、どういう時間配分をしてやっていくのか、ね、それも大事になってきますけれども、ま、おおむね、まず、得点力、得点可能性の高いものからやっていくような、そういったプロセスを組み立てましょうと。まずは知らないものね、わからないものがあったとしても、 えー、知ってる知識で、何とか応用力ね、えー。そこからは自分の常識力で確認して、えー、選択肢を絞っていくとか。推察で選択肢を絞る。あとは選択肢のね、えー、書いてある言葉。まあ、常識力。まあ、国語力とかね。そういったもので絞っていくとか、えー。それでも分からなければ、最後はもう回答欄のマークを塗ると。 えー、マークをね、えー、塗らなければ絶対に正当しません。これ 0, 0、ですよね。ですからとにかく最後はマークシートに全部マークをつけて帰ってくると。えー、こういった形でね、えー、60分という時間をどういう風に使っていくのかというのもね、アウトプット。えー、これからやっていく当連であるとかね、えー、そういったところでね、身につけていっていただきたいと。<laughs> ではですね、合格する状態。 というのが分かったところで、えー、じゃあその合格する状態に持っていくために、どういうふうに学習をしていけばいいのか、といったところをね、ここでちょっと見ていきたいと思います。えー、まずね、3つのステップに分けて考えてますね。えー、初期学習、それから定着学習、えー、仕上げ学習、えー。この仕上げ学習がアウトプットと呼ばれている学習で、えー、初期学習と定着学習っていうのがね、インプットというふうにね、呼んでいるものですね。 え、インプット知識力を身につけるというのがね、この初期学習と定着学習になってきます。で、まあ、一時対策のおすすめとしては、まずね、何も知らない状態、まあ、ほとんどね、何も知らない状態で、まずは、この今回ね、聞いていただいているベーシック講座というようなものを用いてですね、全体像を捉えると。全体像。まず全体としてどういう話なのかと。 まあ、オーバービューとかってね、アウトラインとか、そういった言い方もしますけれども、それをまず把握するというところが大事になってくるんですね、えー。その次、簡潔に要点を捉えると、えー。ここのポイントって何なんだろうねそれを、えー、できれば、ちゃんと人に説明できるというところまでね、押さえていただきたいと思いますね。でそれで次に基礎知識を学習すると。これはしっかり身につけると。 基本的に何を知ってなければいけないのかというようなところを確認するというところまでをね、ベーシック講座のところで身につけていただければと思います。で、この定着学習というところはね、えー、復習というような言葉になってくるかと思うんですけれどもね、えー、ここでのおすすめは、チョコ弁とかね、過去問読みって書いてありますけれども、えー、隙間時間でできることを工夫しつつやっていくというようなのがね、えー、学習の仕方になってくるかと思います。 私がおすすめしているのは過去問を読むというのをお勧めしています。えー、まあ中小企業診断士をね目指す方って非常に真面目な方が多いので、名刺講座を終えたら、その今日やった内容をしっかりと身につくまでえテキストを確認するとか、そういった形でね学習される方多いんですけれども、まず全体像を捉えて、なんとなく把握できたら、 えー、すぐにね、この定着学習の方に進んでいただきたいと思います、えーで。ここでおすすめしている過去問を読むというところがなぜいいかというと、えー、過去の問題ね、えーまあ、過去問5年分とか本屋さんで、ね、いっぱい並んでますけれども、過去にどういうふうな論点をどういうふうに聞かれたのかというのを知っておくのは、ね、非常に大事なポイントになってきます。 えつまり、でもしないところを、えー、漠然と学習するというような、えー、ことにならないように、えー、なんとなく捉えたらすぐ過去問を読むと、あ、こういうことをこういうふうに聞かれるんだなと思って、あ、ここちょっとあんまり覚えてなかったなと思うと、えー、またベーシック講座で学習した、えー、テキストであるとか、そういうものに戻るというところで、ね、ここをぐるぐる回って学習していただきたいなというところですね。 で、この定着学習ね、なかなか時間を取るの難しいかと思いますので、えー、細切れの時間でもわかるようなね、えー、そういった学習方法を、えっ、ー、と、身につけていっていただきたいなというところです。えー、ただね、えー、財務学、財務会計という科目は、えっ、ー、と、計算問題というものがあるんですね。えー、計算問題というものがありますので、割と学習に時間がかかるというふうに言われている科目でもあります。 えー、計算問題どうしてもね、手を動かして、えー、机の前に座って、えー、間違えたりとかしながら身につけていくという時間が必要になりますのでね。えー、なるべくこの科目は早く始めて、えー、長い期間、えー、短い時間でもいいので少しずつね、えー、繰り返し忘れないレベルで、えー、隙間を開けずに学習していくというような、ね、ペースを身につけていただきたいと思います。で、この最後、アウトプットというふうにお話しした仕上げ学習ですね。 えー、ここでやっていただきたいのは60分で初めて見る問題に挑戦すると。えー、テキストを見たり囲むもを見たりというところで繰り返しやってきた、えー。じゃあ一体何をどこまで私は覚えられたのかといったところをね、このアウトプット、えー、仕上げ学習というところでね、えー、確認をしていただきたいと思います。でよく答壇をやりますとね、えー、最初問題配られ、マークシートにマークを書いてと。 で60分終わると回答が配られるというところで回答を見て丸抜つけて、ああ、何点だった、何点だったと、えー、頑張んなきゃなというふうに終わってしまう方多いんですけれども、そうではないですね、えー。ここで確認すべきは点数ではなく、覚えていなかったところはどこなのかというのをしっかり確認してね、えー、次の、えー、この初期学習、定着学習、まあ、ここのところに、ね、戻って振り返って、えー、復習をしていただきたいと思います。 ではですね、えー、まあ、合格のレベル、まあ60点なんだなと。えー、それから学習っていうのは繰り返しやっていくんだなといったところで、えー、じゃあ何が出るのかというのをね、えー、次のページで見ていきたいと思います。えー、ここのページに書いてあるのはですね、財務会計の出題範囲というところで、えっ、ー、と、毎年ね、えー 一時試験の申し込み書とともに、出題範囲というものが配られます。えー、それに出ているものをですね、ちょっと表形式にまとめたものですね。えー、ここに出ていないものは出ませんと。えー、ここから出しますよといったところで、えー、財務会計の出題でですね、一番ちょっと特徴的だなぁと思うのは、えー、このすべての領域にわたってまんべんなく出題されるんですね。えー まあこの領域だけすごくたくさん出て、ここは一回も出ていないというような、そういったことが、えっと、財務会計に関してはなくてですね、全部の領域からまんべんなく出るというところで、一通りえ学習していくということがね、非常に重要になってきますので、これもですね、しっかり確認しておきましょうと。え、題範囲、ちょっと表形式だとね、なかなかわかりづらいというようなところもありますので、 えー、この財務会計の全体像というものを図で表したものが次のページになってきます。<laughs> えー、先ほどの表形式ね、えー、こういったイメージ図に表して書くと、えー、こういう全体像になってきます、えー。大きくね、4つのブロックに分かれていますので、それをね、ちょっと確認していきたいと思います。まずは会計処理というふうに書かれているもの。えー、会計処理というふうに書かれているところで、 えー、財務諸表ね、えー、これを作っていくための活動、これをね、確認していくというね、えー、枠こ、これをね、学習していく領域になってきます。えー、日々の企業活動を、まあ、お金という観点で記録していくというようなね、えー、そういった作業、これ、そういった作業になってきます。で、その次、えー、これは何のために記録していくのかというと、財務諸表と言われているね、 えー、財務会計の中心というふうに捉,捉えてもいいかなと思います。この財務諸表を作るというところになっていくるんですね。え、まあ、毎日ね、一生懸命作ったもの、それを期末と、まあ、ある一定の時期にまとめて、え、こういった表、こういったね、帳表を作ると。で、中小企業診断士の試験範囲で学習していくのは、 大きく三つね。大きく言うと三つの財務諸表になってきます。貸借対象表と損益計算書。それからキャッシュフロー計算書ですね。この三つの調表についてしっかりと学習をしていくと。では、この調表ね、なぜそんなに頑張って作ったんでしょうというようなところですね。この財務諸表っていうのは作るのが目的ではなく、 何のために作るのかというと、使う方たちといいますかね、使うという観点で学習していくのは大きく2つの領域になってきます。まず1つ目はね、管理会計というふうに書いてありますけれども、会社の経営者がこの財務諸表を見ながら、それをどう見て、どう考え、次のことをどういうふうに確認していくのか、そういったことを学習していくのはこの管理会計と。 で経営者が何を考えるのかっていうのを学習していくところですね。ではね、えー、活用というところでもう一つありますけれども、ここね、えーこの、この枠は何を表してかある、何を表しているかというと、会社の外の人たち、えー、会社の中の人たちではない、えー、従業員でも経営者でもなく会社の外。えー、まあ、例えれば、まあ、株主とかね、えー、それから、 会社にお金を貸している銀行の人たちとか、えー、そういった方たち、外の人たちが財務諸表をどう見るのかと、えー、財務諸表を見てどう判断するのか、えー、これは経営,経営状況のね、いい会社なんだなとか、えー、株を買おうかなとかあ、株買うのやめようかなとか、えー、そういう判断のためにどう見るのかっていうのを学習していくのがこのファイナンスという領域になってきます。 で、財務会計って、あの、非常にバランスよく出題されるんですよっていうお話をね、えー、先ほどしましたけれども、この上の部分ですね、会社の中の人たちがどういう活動をしていくのか、まあ、アカウンティングというふうにも言いますけれども、それからこの下に、ね、会社の外の人たちがどう見るのか、ファイナンス。えー、この上と下もね、た、え、い、ー、出題半々の領域になってきています。まあ、全部で25問ですからね、えー、12、3問ずつ上と下。 え、内側、中から見た場合、外から見た場合というような観点でもバランスよく出ていくと。で、先ほどね、計算問題というお話もしましたが、えー、計算問題と知識問題という観点でもね、えー、バランスよく出題されてますので、えー、そういうところも意識しながらね、財務会計という学習を進めていきましょう。えー、ではですね、これで第1ユニットを終了します。